じゃあ今回はあれでしょ、前半後半で、もうぶっ続けで、はい、一本の話を二つで分けるってことでいいですね。そうですね。最高です。頑張っていきましょう。どうかんだすと、ゲイタカチャンネル。覚えた。覚えたよ。ちゃんと覚えてよ、お前。はい、ゲイタカチャンネルはい、今日なんですけど、はい、今日はあの歌舞伎町のホストさんとコラボでーす。イエーイテンション高ドンファンダスチャンネルでーす。どうもドンファンダスクーファンでーす。じゃあなんか歌舞伎町で6店舗ぐらいやってるオーナーさんと、はい、ドンファンでーす。少なくないな。ホストさんには苦い思い出があるので、いやいやいや、ちょっとねこの二人に八つ当たりしていきたいと思います。やだやだそれ。これ全部受け止める。全部受け止める。あーだオーナーだから。責任あるんでね、はい、僕あんまりそのホストっぽいって今時の子って、はい、お前もダメじゃないやって言われるけど、なんかキラキラ系って好きじゃないのね。はいはい、はい、ホストさんみたいなこうおしゃれな子とか顔が綺麗な子って全然こうときめかないんだけど、はいはいはい、なんか一枚塗ってるジャガイモみたいなのが好きだから、はいはい、なんか内勤とか好きなの。俺やないかよ。早く見つけました。ジャガイモかよ俺。どっちかって言ったらこっちのタイプ。どっちか選べって言ったら、こういう綺麗な顔よりはなんか一重でジャガイモみたいなのが好きだ。もう本当に昔すごい有名なホストさんたちがまあお店に来てたんだけど、はいはい、なんか内勤さんを連れてきたの、はいはい、そのうちの店にね、はいはい、それめちゃくちゃタイプで、はいはいはい、で内勤だからランキング関係ないみたいなこと言ってたんだけど、はいはい、飲みに行ってるうちに俺プレイヤーになるわって言い始めて、おーって思って、これなんか飲んでたら、はい、なんかお客さんとも言ってたけど、こう自分で支払いしていくのはあんまりないから、はい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 、だから月末になるとすごい電話がかかってくる。それでうちの従業員にね、月末ってなんかあんのってすごい電話の激しいんだけど、この子っつったら売上調整日ですよって言われて、締め日、締め日、締め日だよって言われて、ね、なんで月末もうやめてもらっていいって言って、もうカードの支払い大変なんだけどみたいな話をしてて、じゃあその子がお礼に来始めたの、飲みに。そう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 。で休みの日に短パンで飲みに来てたの、うちの店にね。で潰れちゃったの。短パンで短パンで潰れちゃったの。休みの日だから。そしたらなんかあれと思って、ワンチャン触ってみようかなと思って、ワンチャンその下をね、そこからを触ったわけ。そしたら立ってたの。立ったのかな、寝たままで。そう、寝て酔っ払って立ったのか。立ったのかな。はいはい、そしたら、はい、一瞬で冷めたの。余韻がこのぐらいだった。あら、あこれが立って立って立って勃起して、そう、それでもうそっから合ってないですよ。それ俺じゃない。本当のガチガチのゲイのとこと、うん、そのノンケイさんも来ていいとか分かれますよね。そうですね、ゲイバーと観光バーね、ああ聞いたことある、それはありました。なんか女の子とかホストさんとかキャバ嬢さんが多いうちみたいな観光バーと、はい、女の子が入れないゲーバーがあります。へえ、本物のとこはある。そう、本物のとこある。そうそうそう、開けて分かるんだよね。あ、空気違うなと思って閉める。へえ、一軒で入れますよ、なんかバーって行って。あのね、やっぱ紹介の方がいいと思う。あー、そうですね、そうよね、紹介で、紹介か、なんか友達の友達が知ってるとか友達が知ってるの方が絶対に楽しめると思う。あー、多分2丁目行ってみたいけど、多分敷居が高いと思うんだよね。だって2丁目さ、誰かが紹介しないと多分行きづらいじゃん。だからそうなんだよね。そうそうそう、あとガチのゲーバーだとちょっと楽しめないかも。楽しめない。もうそういう、これから向かってくるから。あ、向かってくるから。あー、じゃあちょっと行ってきて。いや、全然僕大丈夫ですよ。哺乳類でいけるなら、ね、いけるっすよ、いけるっす、いけるっす。あ、じゃあ2丁目行くときはまず観光バーから始めたらいいですね。そうですね、観光バーから行って仲良くなったらホモバーもありかなと思います。へぇ、あ、そのレズみたいなのないですか。あ、レズビアンバーもありますよ。あ、あるある。みんな優しいです、今は。昔はバチバチだったけど、今はだんだん仲良くなってきてます、みんな。歌舞伎町もそんな感じです。昔は結構歌舞伎町のグループも一回結構敵対してたけど、今は結構まとまりがあって、そうですよね、そんなに喧嘩することもなく。だから今のおっさんみんな優しいもんね。そうですね、柔らかいし、柔らかくて、もう昔怖かったもんだって。しかもかっこいいしね。うん、今のかっこいいもん。売り方もすごいから、それじゃなくてよかったと思う。じゃあホストの方はあれですか、はい、
ゲイのこととか飲みに来ますか？あ、全然来ますよ。え、迷惑じゃないですか？全然迷惑じゃないですよ。こっちはもう普通にね、男友達みたいな感じですよ。え、でもゲイは完全にロケとして行ってるわけじゃないですか。はいはい。なんか求められたりしてないですか？そういう、あ、なんか僕はそのゲイみたいな感じだったんですけど、うん、他のホストさんはやっぱり一緒にホテル行ったりとかしました、ね。へ、めっちゃ使うんだな。あ、その人使ってたね。お金持ってるね、やっぱり。持ってた。へぇ、そうだよね、わざわざ歌舞伎町で働いて男とやることないもんね。まだないかも。じゃあゲイの方も行っても OK ってことですね。OK ですよ。全然 OK ですよ。いやー、じゃあ今度行きます。行くんかい、来るんかい。逆に。でもナイキンさんとかいいかもしれない、僕。あー、はいはい。キラキラ系よりもナイキンさんとか。うちのナイキンかっこいいですよ。ほんと？うん、かっこいいですよ。あれかっこいいの、ジャガイモだったっすか？ジャガイモじゃない、ジャガイモじゃないですよ。まあ、その、俺もちょっとわかんないんですけど、はい、その、アイジンじゃないですか？いけるよ。いや、ボディタッチやろ。いや、もう、もうはっきり言うんじゃ、昔はね、ここにロッカーキーとか、サウナとかでさ、あった、あるあったけど、あるわ。今はね、あんまりない、そういうのが。え、サウナ、足首につけてたらとか言わなかった？そうそうそう、はい、ここにつけたらタッチとか、はいはい、足首につけたらリバーとか、はいはい、なんかこっちが猫とか、なんか合図があって、はい、あ、そういうのがサウナ屋さんみたいなのあるんですよね。そう、あります、発展版みたいなのがあって。あ、2丁目やった。2丁目にもあります。もう全国にあります。全国にそういうのがあって、蜂とか猫とか、猫とか昔はありましたけど、今は分かんないですよ。ないと思います。いろんな世界があるね。いろんな世界がある。そういうとこがあるって知ったもん、今日。だから一つ大人になれた、俺は。やっぱ情報量大事だから。大事で、俺ジャガイモなんですか？ジャガイモ。おい、知ったよ。ヤマピーかと思った。ジャガイモ持ってサウナ行ったら、どこの農家の息子やな。買ってください。ちょっとヤマピーないじゃない。あるだろうよ。オーナー言ってあげた方がいい。ヤマピーはないでしょ。ヤマピーだろうよ。ヤマピーやね。おい、ジャガピー。ジャガピー、ジャガピー。うまいこと同じんだよ。ジャガピー。ぶっちゃけ女の子とさ、あれでしょ、枕営業とかするでしょ。踏み込むな。めちゃくちゃ踏み込んできたな。それ聞きに来たの。どうか、どうか、どう。僕はもう、お願いしますって言ってるんで。お願いします、逆にお願いします。言われる側やろ、ホストって。いや、俺言われないですよね。言われない。ゆい君といたいって、ボファンといたいって言われない。言われない。ちょっと誘われない。誘われない。これがリアル。あ、これがリアル。なんか枕枕って言ってますけど、僕もう断られるんで。しない。女の子から。しないじゃない、できない。あ、できない。親しくない。親しくない。女はもちろんあるでしょ、だって。え、ありますよ。けど俺はなんかその枕して女の子の好きさせようとかなくて、自分が好きになってからしたことありますね。ああ、綺麗、綺麗。ちょっと、綺麗や。誕生日の日とかね。ああ、そう。だからそのやり方をやってきたからこそ今大物じゃない。そうそうそう。俺みたいなやつがなれるわけねえと。多分ちょっと狭いんだよ。狭い。なんか誰がやったとかで、やったやったやったで、そこの行くじゃん女の子も。やったやったやったって誰？行くじゃん、やったよみたいな。そうそう。それで結構マイナスだから、結局は。人が多かったからね。逆に2丁目もあるでしょ。俺ゲイタカチャンネルのタカちゃんとやったぜみたいな。今さ、もう今日2丁目なんて兄弟だらけですよ。歩けば兄弟に当たりますよ。ファミリーみたいな。逆にさ、じゃあもう15ぐらいから女性ってやってないってことですか？ない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 。そういう時は全くないですか？ないないない。生まれた時からもうおぎゃげおぎゃげおぎゃげ。かわいいじゃん、お前。話や。恋愛したこともない。え、じゃあ初恋は中学校の時の？あ、初恋は18。やったのは、一番最初やったのは、小6。やばー。その時代で小6って一番早いじゃないですか。そう。担任の先生とかは？違う違う、なんか僕たちの頃、はい、公衆電話でダイヤル空数が流行ってて、はいはい、なんかシャープ8501、男男って押すと公衆電話でね、大感じる。大感じる。無料でこうテレクラができたの。そうそうそう。僕たちなんか女の子してもしもしとか出たら、たまたまホモのおじさんが来て、それで車でなんか待ち合わせしてパクってやられたのも初体験。小6ね。小6よ、小6。そう、今なんか時代が発達してるから SNS でね、もうすぐできるもんね。怖いからやめて。何が？いや、ぶっちゃけさ、なんかさ、うちにさ、女の子をよくさ、ホストに行く女の子いるんだけどさ、なんかホストさんのことをさ、彼氏彼氏って言うんだけどさ、それは信じていいの？そもそも、その、よそで彼氏彼氏っていう子を選ばないかもしれない。うん、確かに。うん。なんかあんまり、あのパートナーでこうなんだよ、ベラベラ喋る子って、多分その相手にしないかもしれない。恋愛対象に入らないかもしれない。
口が硬くて、ちゃんとこうしてる子を多分あの売れ子とかを大事にすると思います。ああ、そう絶対そうですよね。売れてない子たちは多分そのね、売れてる子ってそのそういうことを言うことによってそれリスクになるじゃないですか。だからそういう子は選ばれないっていう。選ばれないよね。多分僕のあれですよ。いや僕もそう思いますよ。選ばれないと思う。それいつも疑問に思ってんだよ。もう今日なんかカルスアフターが入ってこないみたいって言うんだから、それって置き去りってことですよ。ただの置き去りってことじゃないもんね。あまあまあ、カルス長だったら向かい行きますよ。でもまあまあ、女の子が思ってる、勝手に思ってるだけかもしれないしね。ああ、で、ね、担当が来た、担当が来た、カルスさんが来たら、あなたは違うよってなるかもしれないし。ぐちゃぐちゃぐちゃ。夢を与えるのがね。そうそうですね。そうですね。あの商売だからね。間違いないですね。そっか、分かった、じゃあ次から彼氏じゃないよって言ったらダメだよ彼氏かもしれんしね。ああ、そうか、それは分からんから。そうか、どっちか分かんないから。でも大体言うよ。へぇ、やっぱ女の人はそうなんですね。いろんなものにこう恋していたいっていうか。でも歌舞伎町もやっぱすごいね。俺もすごい、もういろいろ話聞くじゃん。はいはいはい。やっぱり女の子もすごい。女の子もやっぱ彼氏10人いるみたいな人もいるし。え、いいな。2番でしょ。本当にすごい人とかも、あの子がみたいな。へぇ、そんなにいるのみたいな。ぜひ僕で紹介してください。11人目に。はいはい、ぜひ。とかもあるし、まあまあ、ホストさんでもまあ、あるだろうしね。はいはいはい。すごいなと思う、これは。いいなぁ。むずくなくたまたとか。昔やってたかもしれない、中学校の時は。なんか、どんだけ経験人数増やせるかで勝負してなかったんだ。中学校、高校とか。可愛い子ととりあえずやりまくるのは、俺の中学生の頃あったけど。それがステータスだったじゃないですか。ステータスはないけど、なんか興奮してたから。青おっぱいだみたいなね。青おっぱいだみたいな。経験人数俺も少ないもんね、多分。何？多分、50人ぐらい。で、風俗入れたら2万ぐらい。2万？それ言っていいの？風俗行くとかさ。風俗行かないでしょ、もちろん。まあ行かないですね。行かないですね。恥ずかしいから無理、そんな。なんかお金払って、ああ、恥ずかしいってなっちゃう。ああ。まあモテる人とモテない人。でこれからもね、あのお互い1万人ってことで、ね、そう、年内にはどれぐらい目標で。1万5000。ああ、1万5000。現実的な感じ。2万頑張りましょう。2万行くために。で、第2弾あります。2万行ったらします。そう、2万行ったらします。2万行ったら、あの2丁目ってさ、紹介書士。あここが中通りだよとか、ここがこうだよとか。はいはいはい。2丁目をさ、街中歩いてて紹介することって多分あんまないじゃん。はい、ないんだよ。確かに。はあ、紹介しましょう、2丁目の街中を、はい、よろしくお願いします。はい、頑張っていきましょう。じゃあ頑張って2万人行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はーい。